キンプリ FC で平野紫オーラの名前削除矢印即復活、ティアラの激輪に触れたか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 アイドルグループ、キングピンスのファンクラブサイト、FC で22日にグループを脱退する平野市要、岸優太・神宮寺優太の3人の名前が消えたが、一転して復活した。FC ではネット上で新規入会する際、グループの中から好きなメンバーを選ぶ項目がある。ただ、異変が起きた。 脱退組の3人の名前が選択肢から消えていると1日、SNS で物議を醸したのだ。3人は22日でグループを脱退。平野と神宮寺は同日でジャニーズ事務所を退場する。岸は主演映画、G メン、8月25日公開、があるため、今週に退場する。 まだ脱退していないにもかかわらず3人の名前が削除され、金プリのファン、ティアラは拒絶反応を示した。SNS 上で、ファンファーストとは、説明しろ、などとコメントを次々と投稿。炎上する事態に発展した。騎士は主演映画のプロモーションがあるが、平野と神宮寺は前世紀と比べ、ソロでの露出が激減。 さらに FC 上の項目で3人の名前が削除されては、ティアラとしては感情を逆なでされた気分だろう。名前が消えた翌2日には3人の名前が戻っていた。テレビ局関係者はすぐ名前が復活したからこれも話題になった。ティアラからの猛批判を受け、ジャニーズもやばい。とばかりに慌てて復活させたのでは、と話している。 また、FC 会員の元には、10日頃から順次、メンバー5人が揃って写っているフォトカードが届けられる。早くもメルカリでは、カード1枚につき1700円ほどで出陣されているが、3人のグループ離脱まで残すところ10日余り、ティアラの様々な感情が交錯している。東スポウェブ。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。